で、65で定年して、住宅ローンも終わって、自由やってなった時に、ふと振り返ったら、仕事と子育てと住宅ローンの支払いしかしなかったみたいな。返済額は楽にして、多少の損はするかもしれないけども、初期のローン組んだ方が、人生は楽しいんじゃないかなと思いますね。質問とかでお客様によく聞かれることもあると思う。ローンってやっぱ短く組んで、早く返したい。うん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 。マジで正直。これはね、ちょっといろんな考え方があるんやけども、もちろん、例えば40歳の人が25年組みたいわと、いう考えはわからんでもない。でも僕は35年組んだ方がいいんじゃないかなと思ってて、で、この理由っていうのが、まず25年で組んだ場合と35年で組んだ場合って、月々の返済額っていうのは圧倒的に25年の方が高いんですよ。そうですよね、同じ3000万のものを25年で返済すると、35年で返済するのとは返済額っては25年高い、ただし、損してるのは35年よね、だって10年分の金利が多く払ってるから、得してるのが25年よね、得ですね、でも自分の人生を楽しみながら子育てをする自分って、仕事もバリバリできてね、これってね、やっぱり30代から、60代こそプライムでやってるんですよね、その間に住宅ローンの支払いでいっぱいいっぱいになって何の余裕もなかったら人生面白くないし、確かに。で、65で定年して、よっしゃ俺は、今から住宅ローンも終わって自由やってなった時に、ふと振り返ったら、仕事と子育てと住宅ローンの支払いしかしなかったみたいな、こんなんちょっと嫌でしょ。確かに。でも35年余裕持って返したら多少の金利は損するかもしれないけども、で、仕事もしながら、子育てもしながら、自分の、人生にもお金をかけれることができるから、そこに余裕があるからね。だから僕は35年の方がおすすめやし、もっと言うとこんなこと言うとちょっと怒られるかもしれないけど、生きれば生きるほど男子の保証を受ける可能性っていうのが高くなるんですよ、人間って。わかる？年取れば取るほど、でしょ、死ぬ確率っていうのが、昨日よりも今日の方が高くなるわけやから。絶対そうですね。そうすると、25年で組んで、例えばね、翌月ご主人死にました。意味ないですよね。そうですね。でも35年で、65まで25年払って翌月死んだ。したら、これ10年分ローン支払うっていいわけやから、そうですね、で、土地建物は遺族の、方々のものになって、ローンが完成されて、お父さんありがとう。お父さん、結構、ぶっ込みますね。みたいな話になるから、僕は35年の方が、男子のことも考えるのと、長い人生どうやって住宅ローンと付き合いながら生きていくかっていうのを考えると、なるべく支払い額は、返済額は楽にして、多少の損はするかもしれないけども、長期のローンを組んだ方が、人生は楽しいんじゃないかなと。これと同じような考えです。それこそ、繰り上げ返済とかもやっぱりあんまり考えない方がいいんですか？これも、さっきと同じ考えで、損か得かって言ったら、得なんですよね、繰り上げ返済した方が。だって、そうでしょ、繰り上げ返済っていうのは基本的に、例えば3000万借りた場合に、500万ポンと返済したら、これって、月々の返済額が安くなるじゃないですか。年数が短くなってる、その分。で、一緒のことやね。繰り上げ返済する何百万か入れるっていうことは、その分年数が短くなって、もともと35年で組んでいたものが、気がついたら20年で終わってたよ。25年で終わってたよ。そういう感じなんですね。そう。それこそじゃあもう繰り上げ返済して、さっきの話じゃないですけど、お父ちゃんが死んでしまったとしたら、意味がない。そうそう。だから、そういう意味では、繰り上げ返済も、例えば500万しました。翌月、名人の方が、何か行動障害があったりとか万が一のことがありました、だからこの繰り上げ返済は意味なくなるから、そうですね、それやったら貯金で置いといて、なんかお金があるって、やっぱりちょっと安心感につながるから、やっぱりお金がない中で住宅ローンを支払ってくると、ある程度数百万ぐらいだからね、住宅ローンを支払っていくっていうのは多分メンタル的にも違うんで、それやったら繰り上げ返済せずに手元に置いて、多少の損はするけども、金利と一緒に払っていく。で、メンタルを保ちながら、何かあってもこのお金があったリスクを入っていくでしょう。そういう意味では、やっぱり現金を
高いすんじゃなくて原価できたら持つ。今のでちょっと答え出ちゃってる、うん、頭金って入れた方がいいですか。いやこれもケースバイケースなんですよ。3000万も取って、はい、3000万のローンを、はい、3000万の家を買うっていうのは僕は考えないです。で3000万も取って、はい、1500万頭金入れる、はい、これはいいと。でも500万しかなくて500万頭金入れるっていうのは、はい、これはちょっとやばくないっていう話です。何かあったら手元にお金がないわけでしょ。これで住宅ローンの支払いのストレスに耐えれる、子供を育てれるって思うので、ね、だからこれもケースです。頭金を消して入れたらダメっていうわけじゃなくて、いくら持ってる中で この一部を入れる、はい、でこんだけやったら大丈夫でしょっていう考えで、はい、うん、じゃあ最後まとめましょうか。まずですね、住宅を検討されたときに最初は資金計画の知識を、はい、担当の営業マンとですね一緒に身につけてください、はい、でその中で資金経過をする中で住宅ローンというのは切っても、ね、切り離せないものなので、はい、変動金利と固定金利の2種類あります、はいはい、で、これは社会の情勢によってですね、ちょっと変わるんですけど、はい、まあ、その時に一番有利な商品で住宅ローンを、はい、決めてください、はい、で住宅ローンには団体信用生命保険がついていて、はい、いろんなリスクヘッジをしてくれます、はい、なのでこれはライフプランとともに団体使用生命保険の機能を見ながら支出っていうのを抑えて一番いいライフプランを決めてください。でもう一つ実はね、資金計画やったらねちょっと言いたかったんだけど、住宅ローン控除、住宅ローンを借りると13年間ローン残高の 0.7% が控除される。普通の賃貸じゃ受けれない話だけど、住宅ローンっていうのはこういうねいろんな有利なものがあるので、あの住宅ローン控除もぜひ。住宅ローンを組んでもですね、はい、子育てもできて、はい、仕事もバリバリ頑張って、はい、まあ、自分たちの楽しいような豊かな人生が送れるんじゃないかなと思っております、はいはい、というところでですね、今日はですねちょっと資金計画のお話を、はいはい、させていただきました。はい、非常に勉強になりました、うん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。皆様最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンぜひぜひよろしくお願いいたします。概要欄に弊社ハーモニーのイベント情報、各種 SNS など貼っておりますので、合わせてチェックよろしくお願いします。それでは皆様、またお会いしましょう。さよなら。